皆さんこんにちは、阿崎もともです。今ですね、スイニートッドのここ稽古場なんですが、まあ私初めての出演ということで、まあ、緊張しながら稽古場、またでも皆さんいいカンパニーなので楽しんで、やらさせていただいてます。私の演じる役はですね、ターピンという判事で、悪徳判事で、それから市村さん演じるスイニートッドの娘がいるんですが、それをかくまって、ちょっと自分は結婚しようという、とても悪い、判事なんです。でもちろんその、トッドの最初の奥さんも、手ごめにして、でそれで、トッドを島流しにしてしまうという、権力のなんていうか象徴みたいな悪い、本当に悪いやつですね。で、最後には首を、切られます。ここがなんていうか、日本の時代劇と同じようにちょっと快感のある、水戸黄門みたいなところで、自分はなんていうかやりがいがとてもあって、悪役、久しぶりの挑戦なんですが、とっても年がまた上なので、頑張って、ちょっと老けてみようかなと思ってます。また、演出のアモンさんがですね、今回はそのちょっとその強姦シーンがあるんですが、生のお尻で行くぞと言ってるのでこれがまた舞台で初めての経験で、皆さんに、お尻を見せることになります。びっくりしないようにしてください。ということで、ですね、青山劇場でですね、5月の14日から、始まります。ぜひ皆さん、このホラーというかですね、スリラーというかですね、ちょっと怖い、でも何かどっか共感できて、しまう、そういうスイニートッドを、楽しんで、劇場に、お越しください。申し上げます。阿崎もともでした。やつの店は